読み通り、月が来てるわね。それともアイテム？やったね、ダウン取ったり。共闘パートナーとダブルアクションもできるね。教えて月の先生。やっほー、今日も月が来てる月のよ。この動画教えて月の先生では、一緒にゲームを遊びながら見どころを紹介していきます。前回はゲームの進め方を紹介しました。まだ見てない人はバックナンバーも要チェックということで、今回はバトルを見ていきましょう。それじゃ最後までお付き合いよろしくね。では参りましょう。さあ、一狩り行くわよ。行動決定の前に大事なことの説明から。何が何に強かったんだっけ。そうそう、戦うのコマンドのところで確認できるのね。テクニックっぽいからパワーで勝負をかける。お互いが狙い合うことが条件か。さてさて、どんなタイプで攻撃してくるか。読み通り、月が来てるわね。乱丸はスピードタイプだから相性悪そう。ワタマンをチェンジしましょう。行くわよ、ドスファンゴ。私もパワータイプを選べば、ほら見た、ダブルアクション。相手の攻撃もキャンセルできてしまうんだな。ここはオトモンのスキルの出番かな。いきます、必殺タックル。当たって、スキルを使う、それともアイテム、じっくり選びましょう。絆ゲージが溜まったわね。ライドオンの時間よ、行こう。おやおや、これでいいのかしら。あら、なんで。そっか、状態変化したら攻撃タイプに注意ということね。 V 破壊を狙えばいいのかしら。これでどう。やったね、ダウン取ったり。大ダメージのチャンスよ。よくできました。共闘パートナーは頼もしい味方。助かる、ありがとうアルマ。共闘パートナーとダブルアクションもできるね。ケーナやアルマの他にも共闘パートナーになる仲間がいるみたい。楽しみね。これでどうだ。今回はここまで、どうかしら。お気に召したらいいねボタン、チャンネル登録をよろしく。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は発売中です。製品版にセーブデータを引き継げる体験版もあるので、ぜひ遊んでください。公式サイトや SNS では最新トレーラーやゲームの詳しい情報がご覧いただけます。アドレスやハッシュタグはこちら。次回は卵の入手やオトモン育成を紹介します。ご視聴いただきありがとうございます。あなたに素敵な月が来ることを祈って。